はい、どうも皆さんこんにちは。今日もピクミン3デラックス続きからやっていこうと思います。で、12日目からですね、始めていこうと思います。で、なんでしょう、ゴリマーからの SOS ってことで、そうらしいですね。 SOS らしいです。なんでゴリマー助けに行きましょう。はい、探索12日目ということで、12日目始めていこうと思います。で、交わりの渓流ですね。さてさてさてですね、オリマーからの SOS ってことは、オリマーはね、何やら不穏なところに巻き込まれているんでしょうが、まず羽ピクミンを増やしたいですね。1つ出して、ああ、いいね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 、ちょっと本当増やしたいんですわ。あ、響きなんだ。なるほどね。万能、さすがにそこまで万能ではないと。OK、OK、OK、OK。じゃあ大量に投げつけてやらんといけんわけですな。オッケーオッケー。よし、これで羽ピクミンがかなり増えてきたと。よし、行くぞ。オッケー。で、羽ピクミンとりあえずこんなもんいればいいかな。よし、あとは傭兵軍団を。よし、これで行こう。さあ、宮の衆、今日は何しようか。あの爆弾は復活しないんだよね、多分ね。となってくるとだ。今日はこっち側の探索行きましょうか。うん、そうだね。よし、じゃあこの下の方へ探索しに行きましょう。昨日抜いた橋ですね。どう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 、やったれやったれやったれ。なんかかわいいな、これ。もうちょっと目がね、つぶらな感じだと割と好きだったんですけど。よしよしよし、頼んだぜ。ああ、失礼。死傷者が結構出てるからね、回収しとかないと、こいつらも。よしよしよし、みんな、やっといてくれよ。ああ、ちょっと残しておこうか。いいか。抜く。抜く。抜く、抜く、抜く。抜くで。よしよし、行こう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 。随分ゆっくりしちまったな。あ、これは出口だね。これ、どうしよう、全部抜いていった方がいいのかしら。なんか虫が湧いてきた気がするんだけど。となると正解はこちらじゃないんだ。どこ行くのが正解なんだろう。こっちか。ハスに乗って移動していく感じかな。そうすると。あ、これは流れてこないね。あ、そうかそうかそうか。この木が邪魔で来れないんだ。ってことなると。
もう抜くと。あ、ごめんごめんごめん、赤ピクが、赤ピクミン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 。仕方ない、これはこれは必要な犠牲だって。よし、こいつら回収してこよう。君らの力が必要だ。抜く。もう抜けない？オッケーオッケー。よしよし。となるとあの木を取り除いてあげて先に進むわけだね。オッケーオッケー、任せてくれ。やっと理解が進んだよ。さあ引っ込み込むじゃないか。やったれやったれ。オッケー、有能だな君ら、有能だな。なんだなんだ。パ、そのスウェーブ、あ、オリマじゃない噂の。あ、違う。あ、うん、キャプテンオリ。なんだっけこれ。おお、来てる来てる。キャプテン、ドゥスクツープ。キャプテン、オリム、チャープ。テナフト、パパソン。キャプテン、オリム、ミク、ダイスクツクツープ、フー、ヌルズ。テナフト、ヌルン。オリム、ツクツープ。川の下流だったから下流に向かうと。任せてくれよ。ああ、みんなみんな、何をやってるんだ。サボってるわけじゃないんだろうけど、流れて流れてこないかな。ああ、来た来た来た。お待ちしておりました。お待ちしておりました。乗せてください。よし、オッケー。下になんかナメクジいるけど大丈夫？大丈夫だな。この大集団を率いてね行くわけでございますけど、もしかして持ってけんの？ちょっと。あ、いけるね。お前らいけねえじゃんかよ。壁に叩きつけてるだけっていう悲しい悲しい現実でございますね。よし、行こう。あそこにも果物あるね。どうやって行くんだろう。これ人数が多いから結構遅いのかな、もしかして。まあ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 、いいでしょ、いいでしょ。来たよ来たよ。あれか、大きな木っていうのは。お、よし。おら、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 雑魚めが。どこだ。やばいやばいやばい。取られる取られる。こいつは貧弱だ。貧弱だ。で、別の台を作ってだ。
あれこんだけしかいない。ちょっと待って。この先は？ああ、これね。はい。君は平気だろ。お、空中浮いてるじゃん。羽ピクミンより空中戦得意じゃないこれ。オッケー、ショートカットできた。でだ、戻る理由はないから。とりあえずどっちだ。どこにいる？ポリトニーさん。ところへ行こう。頑張ってくれてるけど、そんなに足しげるげる、いけるけど、みんな余裕じゃん。ちょっと待って。なんかやばそうなのよ、ね。空中戦が得意だから。よし、やった。石爆弾が最強なんじゃ。よし、みんな捨てけ。まだ葉っぱ抜きいるよ。電気だ。よし、電気行進行。これなんだこれ。やばい。いやいやー、オリマー君来てる。あ、来てるね。よし、やっべ。正面からが危険だな。はい、そうですね。あいつをとりあえず消し飛ばしたいね。持ち帰りですね。やべ、敵圧で。しまった、羽根君に持ち上げてもらって。
。おっと、おっと、おっと、すま、君ら、あー、いやいや、これ開ければいいだけか。よしよし。あ、おっと、死んでんのか。持ち上げなくていい。無理に持ち帰る必要はない。持ち帰る必要はない。ポリトニスさんじゃなくてセントでいいや。セントにして、セント一旦帰っていただいて、ちょっと増援を求めてこよう。あー、心もとない、心もとない、すげー心もとない。あ、なんだ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこいつ、なんだこれ、やってくれ、やってくれ。おう、ああ、ちょっと弱点は頭部。ああ、あれ、これ大丈夫か。んっていうか、キャプテン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 、どうした。あー、オッケーオッケー、呼び戻す。よしよし。でキャプテンにまた戻ってきてもらってやろうじゃないか。え、戦う間に合うかな。いろいろ行けとかありそうだけど、ちょっとマッチングだしな。よし、ああ、なんか違う違う。おそらく足りていればあのキノコを利用して向こう岸に渡ることができるだろう。妻、奥さんいるんだ俺は。ああ、なるほどね。探索を進めた。なになになに、何か埋まってんのこれ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、何、何埋まってんの。え、絶対有益なものでしょこれ。あ、これか。あの声が得意なの黄色だったよね。みんな全員飛びじゃん。頼むぜ、がっつり掘ってくれ。あー、やっぱスーツだ、スーツだね。電気には手に入れたけど、なんだろう今回。水中でも大丈夫的なやつかな。水中くだんないとするよあれ。あ、火だ、火。お願いします。どうした？あー、オッケーオッケー。よしよし。さて、この人数でボス行くのはちょっと無理があるから。やつらだ。キャプテンが来るまでちょっと待とう。キャプテンが来たらいけると思うんだよね。よし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 、来てる来てる来てる。果たしてあとは日没まで間に合うかどうかだね。
プテン、キャプテン、キャプテン。なんだよ。オーバーしてるじゃん。これどうやって変える？変えれるこれ。大丈夫？ああ、そうそうそう。ああ、オッケー。あ、でもそういうこと。ならちょっと飛ばそうか。石。ああ。来い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 。回収中。はいはい、さっきのスーツかな。オッケー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 。フレアガード、オッケーオッケー。耐火性能追加する、ありがたいですね。説明書ついてるぞと。雑、説明書雑、いつもながら。ふう、ポンパタパッ。しかし空中浮いてますけど大丈夫っすか。よいしょ。というわけでブリトニーさん、まずこれぶっ壊そう。よいしょ。あー、果物か。あとはこれは羽ピクミンがいないときついね。よし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 。で、あともう間に合わないから隊列入れたままにしとこう。よし、見直し。羽ピクミン、そういや、いるじゃん。どうしようかな、どうしようかな。どっちにしろ間に合わないな、これ。となるとですね、今日のところから探索これで終わりにしちゃおうかな。どっちしろ間に合わないよね。多分間に合わないっすよね。間に合う？いや、間に合わねえだろうな。さすがに間に合わねえだろうな。あ、ほんとにもったいねえ。ですね。よし。じゃあ今日はこの辺で勘弁しててやろうか。ちょっとそこ渡れたら渡って覗きだけしてくれるのか。あ、あそこぶち壊したい、あそこだけぶち壊したい。あ、ダメだダメだ、これ間に合わん、多分間に合わん。とりあえず大丈夫かな、大丈夫かな。中途半端になってしまったけど大丈夫かな。みんな帰れてるかい、みんな帰れてるかい。居残り組います、大丈夫。無駄に命を散らしてる気がするんだけど。大丈夫でした、大丈夫でした、よかった。無事に数だけ増えたって感じでしょうかね。ちょっと結果を教えてもらいたいところですね。あ、課金ありますね、これ。お尻そっくり。ちょっと H ですね。目標の荷重と。はい。夕日の日光。本文はありがたいですね。ありがとうございます。
まあだろうね。ちょっと足りないっすよね。ハムチュワイトロハムチュナベトロ。ブリトニーさん、変わんねえな。ブレないっすね、そこは。探索12日目が終了って感じですね。でどうよ。ああそうだ、今日死者結構出たからな。羽ピクミンも33がちょっと増えたっすね。順調順調順調でございます。悲しい気違いですよね。キャプテンオリマーじゃないんですよね、彼が。セーブしていますということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまで語りは私コウニでお送りいたしました。次回もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それじゃあ次回まで、さようなら、バイバーイ。